この市政資料館の建物は名古屋高訴院地方裁判所区裁判所庁舎として大正11年1922年に建てられ、昭和54年1979年に現在の三の丸に移るまで約60年間中部地方の司法の中心として活動しました。建物の歴史的な価値を認める多くの方より寄せられた建物を残してほしいとの声を受け、昭和59年には国の重要文化財に指定され、平成元年に名古屋市市政資料館として開館して今日に至ります。建物の外観部分、中央階段室、復元会議室の3か所が国の重要文化財に指定されています。この建物が竣工した翌年には関東大震災が発生し、以降大規模なレンガ造りの建物が新たに建てられることはなくなったため、当館は我が国における最後の大規模なレンガ造りの建物であるとも言われています。市政資料館の建物は19世紀後半に流行した建築様式であるネオバロック様式で建てられており、建物内部の中央階段室はその特徴が最もよく現れています。左右対称の造りになっていること、2階から3階までが吹き抜けになっていること、そして茶色と黄色のツートンの化粧柱がずらりと並んでいる点など、ネオバロック様式を一段と感じていただける場所となっています。この部屋は創建時、高訴院の会議室として設置され、長い間重要な役割を果たしてきました。重々しい雰囲気の中、当時の幹部たちが議論を重ね、重要な決断を下したのかもしれません。残された文献や当時の写真、引き取り調査などを手がかりとして創建時の姿に復元したものです。残された文献や当時の写真、聞き取り調査などを手がかりとして創建時の姿に復元したものです。この建物の中でも最も優れた部分の一つであり、中央階段室とともに内装が重要文化財に指定されています。こちらの展示室は明治憲法下法廷復元です。当時は裁判所と検事局が同じ建物にあり、裁判官と検察官が同じ壇上にいるのが特徴です。裁判官以外の検事、弁護士、初期も法官と法服と呼ばれる制服を身につけている点が現在の法廷と異なります。
現在の留置所、拘置所、刑務所の違いは、留置所は警察によって身柄を管理された人が入ります。警察の取り調べを受けるためにとどめ置かれる施設です。全国の警察署にあります。拘置所は主に裁判中の刑が確定していない人や刑が執行されていない死刑囚が入る施設です。刑務所は刑事裁判で懲役刑や禁錮刑の判決を受けた人、刑が確定した人が収容される施設です。